こんにちは。コロナ禍のせいでマスクを着用することが多くなりました。というよりもはや外出をするときはほとんどの場所でマスクをつけるのが当たり前ですね。私ももちろん新型コロナが怖いのですが、それ以上にマスクが恐ろしくてたまりません。だってその下に何があるかわからないんですよ。口に決まってる？でももしその口がこんなだったらどうします？普通の大きさの口でもこんな風に縦についていたらどうですか？ひょっとしてマスクの下にあるのが口ではなくて第三の目だったら、もしかしたら口はごく普通の口だけど何か変なものを加えてるかもしれませんね。例えばちくわだとか、ほら今流行りのものだったりとか。ああ怖い怖い。早く普通の生活に戻りたいですね。